VIP 10年も一緒に活動してたら誰が作ったかチャーハンかくらい分かるだろう選手権。まあお互いのね、チャーハンをね誰がこいつ作った、もちろんね見ないで。さあというわけで4種類のチャーハンが完成いたしました。あー俺のがある。さあというわけで、正解の方を今書きまして提出しましたので、もう答えの方は、皆さんの答えの方は出ております、まあその前に正解発表する前に、まあちょっとした感想などあれば。俺ね、アロマとエオのがどっちかわからん。キックンのは多分分かったと思うんだけど。マジですごい自信。いや俺も多分キックンの合ってるかな。多分キックンの合ってるかなと思うんだよね。こいつ卵の味しかしねえなっていうやついたら。はいはい。まあ自信のほどはそれぞれということで。そうですね。はい。じゃあ気になる正解を発表しちゃいますか。はい。はい、さあというわけでついに正解発表といきましょう。はい。では1番のチャーハンを作った人を挙手してください。どうぞ。分かんなかった。マジで分かんなかったってか間違えた。ああマジか。俺1番アロマだと思った。同じく。あ本当に。じゃあもうこの自分が考えた答え出しちゃいますか。はい、はい、じゃーん。合ってたやりよる。そうか。いやこれはでもアロマ分かっただろうな正直。なるほどね。いや俺一番アロマと思ったわ。なんかアロマっぽさあるね。あったよな。逆になんか4がめっちゃエオエオの。そうは俺14でテレコになってると思う多分。まあ分からんけどね。もうちょっともう一回味、じゃあ味見していきましょうか。そうだね。これアロマか。違う違いますね。まあそうか。ちなみに俺自分で食って、これ味薄っと思った。味薄いねこれ。味薄いっていうか、エビ。あとなんかナッツ的でも入ってる。なんか入ってる入ってる。うん。エビの味。噛んでる。カキピー入れたんだよ、そういう。ああ、そういうことだ。砕いて。ピーナッツ的なものがなんか。あ、それか。なんか加点はあるな、なんだろう。お前作ったよ。で、使うのは、まあ、乾燥した系だと、これに、これ入れるか。ああ、箸落ちた。こんなもんでいいや。じゃあ、いきます。卵投入。で、もうご飯入れちゃいます。はい。あ、いてぇ！跳ねた。あ、卵多かったかな。このご飯の量なら1個でもよかったかも。まあ、ご飯はね、潰すようにしてできれば焼いていきたいんですけどね。よし、ネギは適当に。もう正直俺これとあと塩コショウと醤油だけで作りたい。あと、はい、これやっぱエビうまいんすよ。で、カキピーは入れたことないんでちょっとどうなるかわかんないですけど。よし、もうこれで結構スナック感出たんじゃないかな。あとは、醤油とニンニクですね。ニンニク醤油。やべ、ちょっとニンニク多かったかも。まあこのタイミングぐらいで、ニンニク醤油をかけます。いや、これうまいと思うんだけどな。多分みんなもうちょっとね、あの奇抜なチャーハン作るんで、俺はもう多分これ入れた方だ
具、僕の中では具を入れた方なんですけど、まだシンプルめじゃないですかね。なるほどね。うわ、もうちょっと醤油足せばよかったな。そうね、味薄いな。味薄いわ。俺自分で、うん、やっぱり醤油っていうよりはもうちょっと違うのを足せた方がいいかな。ニンニク醤油入れたんだけど、多分量がね、少なかったんだね。そうそうそう、うん、なるほどね。かなり薄味。これ一番まずかった。醤油で4つ食べて、あ、これ自分の一番まずかった。まあ、まずいっていうか、まずいって別にまずかねえけど、まずくはないけど、食えねえなってわけじゃないんだけど、こいつみたいな。あの、やっぱ北海道人は味濃いもんが好きです。そうね。まあ人によってはこの薄味がいいっていう方も絶対いるでしょ。まあまあまあ、うん、全然まずくないです。によってはみたいな、うん、さあ、じゃあ続いて、はい、2番のチャーハン作った方挙手してください。どうぞ。はい、あー、そっちか。マジ間違ったやついる。うん、間違った。あら、本当に。おい、これあの、あ、合ってる合ってる合ってるね。だってこれめっちゃ自信あったもん。いや、このね、いらんことするのキックんだやっぱ。これ何、これ、この耳みたいな何、なんか、あったか。いらんことと、この周りのね、塩っていうか、あれだ、ごまか、うん、白ごま、これはもうキック、ね、そうね、うん、そういうとこおしゃれ、間違いない、するのはそう。あと、俺らあの3人で会議室話した通り、うん、キックはこの、あのご飯にあの卵を混ぜるっていう、混ぜるっていう行為をやってくるって話してたもん。まあ、それは予想されるだろうなと思ってこれシソとシラス、こいつらは絶対俺にとって必須アイテムだから。そしてこれ生姜ね。生姜は使うでしょ。うわ、18禁。うわー、よし、まずちょっとこれを炒めて、そして、俺全然チャーハン作ってないな。よし、これは玉ねぎ、玉ねぎっぽいのを使っていく。俺が炎の料理人と言われるゆえんを教えてやろう。卵はまず卵を先にやる。そして混ぜる。よし、そして先にご飯と混ぜちゃうんですよ、これを。よし、そうすることによって黄金チャーハンが作れるらしいです。辛スープをちょっと水でちょっと溶かす。一瞬ロード時間必ず出てくるの何なんだろうな。まあそんな溶けないんだけど気にしない。よし、そしてあと、あ、エビどうしよっかな。エビ入れた方が、あ、あとちょっとこの虫は後で、虫の下のやつ。これぐらいギャグでいくか結構迷うですな。まあ、みんなどんなテンションでやったのか気になるわ。どういう感じでやっていけばいいか不安になる。これを入れます。よし、ここにとうとう お米入れちゃいます。ドーッと。さあ、これでここが一番勝負どころ。しらす、確かあの東北の右側の海岸がなんかしらすに似た名前だった気がする。有名ですよ。結構割とまともに仕上げてきた。まあ結構真面目に。そう。で、真面目にやった分ちょっとふざけたい気持ちがここにある。そういう意味でちょっと分かりやすかった。まあ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 。さあ、じゃあ続いて
3番のチャーハンを作った方は挙手してください。どうぞ。僕です。まあお前っぽいな。あ、本当に俺結構わかんないかなと思ったんだけど、このネギを使う雑さみたいな。俺か。いや、なんかこれ一番しょっぱい。そう、あ、俺味濃いの好きだからでも梅入ってるでしょ。梅入ってるから割とあっさりめには感じる、うん、これ一番しょっぱいじゃん、俺思った。うん、肉って言ってしょっぱいな、これの。うん、うん、しょっぱいわ、うん、俺このぐらい味濃い方が好きなんだよね。みんな味見したやっぱり。してない。してない。俺したよ、うん、俺もしたよさすがに真面目な料理企画と聞いていたのでちゃんとしました。味見すればよかったいやもう別にうまさ競ってるわけじゃないから。まあね、じゃあ自分で、ね、あの薄さにはショックを受けたもん。なんか自分のこれ薄っとこれ入れます。でこれも入れちゃいましょう。ドバッといきます。こんな量とか気にせずに。味付け的にはいや、これでももうすでにぼちぼちうまいんちゃうかな。塩かな。はい、今のところまだノータイムです。生姜いい。はい、ちょっと生姜も入れましょう。生姜とニンニクも入れましょう。このなんか力つきそうなやつはね、 MSA でいつも疲れてるんで、人生どんどん入れていきたいと思います。高菜をちょっと入れちゃおうかな。高菜入れるとうまいんだよな、もう個人的に。よし、あとはもう味を見て一回。これね、味見はしましょう、一応。いや、ぼちぼち、そんな変なことしないからうまいと思う。うん、あ、なるほどね。もうちょい塩ぐらい。いや、これはね、普通に俺はやったかもしれない。あとはもう本当に焼いて仕上げたいと思います。結構焼きが重要なんで、これがものすごい火力のあるところだとね、すぐバッていっちゃうんですけど、よく焼いていきましょう。で、味は全体的にごま油と塩でつけてまして、うん、だ和中。和中、和中、和中で仕上げました。ネギと一緒に来るとまだいい、中和されていい感じな。あ、本当に。そしてあ、まあ決まりですね。まあ自動的にそうなるわ、うん、4番を作った方、よしやるんだはい、アロマでございます。あんま味つかなかったな。いや、これうまいで。いや、これうまい。もう少し味付くかなと思ったんだよね。あのチキンラーメンみたいなのあったじゃん、はいはいはい、あれ砕いて、なんかあれにも粉かかってたから、うん、味付くかなと思ったんだけど、 あんまりチキンラーメン入ってんのか、うん、気づかなかった。あんまり味付かなかったわ。チキンラーメン味濃いんだけどね。あとなんだこれ、すげえごま油みたいな味ね。ごま油あって最後にパラッとかけた。そうだよね、うん、やっぱ最後にかけるとこんなに風味出るんだよ、うんうん、じゃあ油は使わずマヨネーズでいきましょう。まず具材、これとこれいきましょう。じゃこと大葉、大葉だよなこれ、大葉とネギで、もうシンプルにいこう。この4つでいきましょうか。うわ、めっちゃマヨネーズ。IH で料理したことね、そういや。さほい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 。わあ、めっちゃ飛ぶ。よし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 。
ほい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 。ほい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 。ほい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 。ほい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 。これ大葉もうちょっとちっちゃめに切ればよかったな。軽くは香り付けにごま油でもかけとこ。よし完成です。これはね、うまい。オーソドックスな雰囲気がありつつうまいよ、うん、そうそうそ そう、俺の予想ではもう少し味濃くなってるかなと思ってたんだよ。あ、全然全然意外と味濃くなんねえな。なんかこの豪快さがマジで栄養かなっていう雰囲気を醸し出した。豪快かな、うん、豪快。俺はそんな真ん中にパッて乗せるタイプじゃない。そうそう、そこをそうだわ、気づくかどうか。そこは結構みんな割と自分っぽいものをやった感じ。うん、意外とそうだ。まあまあ、まあ、結果で見る、ただ後々なんか忘れたな。そうそうそう、ひねくれたことは俺はしてない。ただそこだけさすがにもうイコールでいくかなと思った、ちょっと思いがちょっと出ちゃったな俺。ああ、まずったな。さあ、というわけで、では誰が一番正解率が高かったのか発表していきたいと思います。1位はこの方です。エオエオ3問正解でエオエオ勝利でございます。1位、全問正解。全問正解、わかりましたか。3と4が若干迷った、やっぱり。あー、まあそうだね。で、うん、お前ら1番で迷ってたから、そこは自分で作った分有利だった。なるほど。俺はほんと1-4で分かんなかった。俺も1-4だったな。あ、どっちだろうなみたいな。まあそれぞれ同じ方向性で間違ってるわけですよね。そして2位は、はい、もうバンと、はい、僕ら、3人とも1問ずつ正解ということで同率です。さあ、というわけで、はい、まあ総評しますと、うん、MSSP10 年も一緒に活動してたら誰が作ったかチャーハンかぐらいバカ。中途半端に分かる。中途半端だね。大体分かるかな。大体分かる。ほぼ惜しいとこまで。俺らもだってテレコであったらもう全問正解。いや、そうなんだよね、うん、惜しいとこまでいく。まあ1人全問正解出ましたから4人でやったらそういう結果になる。まあ、そうなる。まあ、1人ぐらいは分かる。次やるときはなんか別な、例えば冷凍チャーハンとか。ああ、もう俺ら以外の、ね、以外の混ぜて誰か分かにしたら、もっとね、チャーハン以外でやる。なるほどね。いいね。俺なかなか、だから8品目ぐらいやったらかなり重要されるわ。さあ、という結果になりました、はい。まあ、長く一緒にいるといろいろなことがありますが、これからも MSSP 頑張っていこうと思います。はい、というわけで、全世界のみんな、バイバイ。焼きそばって言いながらうどんって書いてみて。あ、いいね。焼きそば。MSSP の動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はこことか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 。あとはですね、下の概要欄にですね、登録、の URL がございますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。熱い。使い方違う。皆さん登録お願いいたします。